メルネフェルラーアイは古代エジプト第13王朝の第27代、あるいは32代ファラオ。鳥の王名表の第7欄3行目に記されている。在位期間は23年8ヶ月と18日とあり、これは第13王朝における最長の統治期間である。前王、イアイブとの関係は不明だが、後継者のイニーシセは彼の息子だったと思われる。 彼の名前が刻まれたピラミディオンが出土していることから、地勢中にピラミッドを完成させたと思われ、その場所はメンフィスのどこかであると考えられている。愛は上下エジプトにその名を記した記念建造物を残す最後の王であった。これは彼が双方の地域を支配した最後の王であることを示している。また彼が即位する以前からデルタ地方の東部はすでに 第14王朝と呼ばれる新たな勢力のもとに第13王朝政府から独立して王権を主張していた。愛王自身もその知性の長さに反して記録が多く残っているとは言えず王国が末期的な状態にあったことを匂わせている。第12王朝以来長年にわたってエジプトの王都に定められていた一ウ夫は彼の知性中かその直後に放棄されたと思われる。 そのため、一部の研究者は、愛王を中央国時代最後の王とみなしている。その証拠に、彼以降の王たちの名前が彫られた遺物は、いずれも上、エジプトからしか発見されておらず、それも、最終的には王の名前さえも判別できないほど断片的なものとなる。そのため、第十三王朝がいつごろ終焉を迎えたのか、正確な年代を特定するのは困難となっている。 ありがとうございます。